ヘブライ語ですね。でまた独自の、哲学者、科学者なども生まれています。ヘブライ語で書かれています。それから中世スペイン語であるカスティリア語にも翻訳されます。特に13世紀です。13世紀にカスティリア王、カスティリアというのは今のマドリードのあたりの中、あのスペイン中心部ですけども、カスティリア王のアルフォンソ10世という名君が現れます。エルサビオという剣王というあだ名がついているくらい文化保護をした王ですけども、あまりにも文化的に保護したために、政治的にはあまり評価されてないんですけども、そのアルフォンソ10世の時代に宮廷でアラビア語文献をカスティリア語、中世スペイン語に翻訳したということも残っています。たくさん、特にヘブライ語というのは日本、まだ日本ではあまり紹介されていませんけども、ラテン語に負けず劣らずたくさん残って、これが、ざっと、古代メソポタミアから13世紀のラテン世界までイスラムを介した流れであります。これをまず頭に入れておいていただいて、次に先生術の歴史ってところを聞いてみたいんですけども、まず先生術の起源というのは古代メソポタミアと言われています。で古代メソポタミアではですね、紀元前3000年ぐらいから記録が残ってるんですけども、もともと長い観測、天文観測などをした記録が残ってるんですけど、その原因は何かというと、この天文前兆線っていう、それしてるオーメンズというこれなんですね。前兆占いで、実は古代メソポタミアというのは前兆占いのが盛んで、その、つまり自然、あらゆる自然現象を神の意志の表れだと考えていました。例えば水の上に油を垂らすと油がどのように広がっていくか、あるいは動物の肝臓を取り出してその肝臓の色とか形で神の意志をする、あるいは鳥を放して鳥がどちらの方向に飛んでいくかという、一種の鳥占いとか、そういうものですね。これは全部神の意志を知るためにやったことなんです。そういうふうに古代メソポタミアでは自分の周りのあらゆる自然を神の意志が現れる前兆だという見方をして、それを克明に記録していくんですね。それを書くことによって、世界からも気づいてたと言えるんです。でその一つに天文現象、気象現象があったんです。それを天文前兆線と。ですから前兆占いというのは非常にポピュラーな形で古代メソポタミアではあった。でたまたま天文気象現象を対象にしたものが天文前兆線といって、そこで、いわゆる天文、観測などが長い間行われる、1000年以上にわたって行われる、それが記録されるようになるわけですね。これが後の、天文学でつながっていくわけですけども、でちょっとここで、古代エジプトとちょっと比較してみたいんですけども、実は古代エジプトには先生術はないんです。もっと後でヘレニズムになってようやく先生術はもうギリシャから伝わりますけども、もともと古代エジプトには先生術はない。じゃあなぜなかった、なぜだと思いますか。逆にじゃあ古代メソポタミアではなぜ先生術とかこの占いがあったかっていうと、その占いというのは、特に神の意思を知るための占いというのは、それだけ不安な世の中だったということですね。チグリス・ユーフラテスが氾濫したり、洪水があったり、干ばつがあったり、人々の生活をそうやってもう自分たちの意思に関わ、今の日本みたいな自然現象に左右されてた、そういう不安定な時だからこそ神の意思を知ろうとしたわけですね。ですから人々の上に王がいます。しかしその王の上に神がいたんですね。だからその神の意思を知ろうとした。それにあらゆる現象に神の意思を見ようとしたんです。で、ここにも書いてありますけども、神の意思の現れがその天文気象現象に神の意思の現れと考えて、
その意思を変更することが実はできた。つまり神は気分を害して悪いことを人間、地上の人間に起こしたと考えますから、こう機嫌を取るためにそのお供え物とか儀式をする。そのために予知、前兆を早く知ってそれに対処しなきゃいけないんですね。特にその月食、日食といった食現象は、これは中国もそうですけど、不吉とされていましたから、どうしてもそれをあらかじめ知っておく必要がある。これを予知して外れてはまだいいんです、外れても。でも予知し損ねて食になったらこれは大問題。だからできるだけ早くその予知して神の怒りを収める、そういうことを考える必要があったんですね。それで天文観測というのが重要になってくるんです。食というのもこれ周期性がありますから、何百年もか千年もまめに観測していくと周期性が分かってくるんです。それで食が予知できるようになるんですね。これが天文全長、これがこの歴史が、まあ、少なくとも2000年ぐらい続くと思うんです。でそれに対して占星術というのはそれとは違って、天文気象現象が原因で地上の出来事が結果という、原因結果因果関係になっています。ですから変更できないです。原因を変えることはできないです。しかし結果も変えることはできない。これが誕生したのが紀元前5世紀です。あ、先ほどちょっと言い忘れました。古代、エジプトの話を言い忘れました。すみません。なぜ古代エジプトに占星術がなかったかというのは、古代エジプトでは王であるファラオが神だったんです。王がすでに神ですから、神の意思を聞く必要はない。王の、ファラオの意思を聞けばいい。で、ファラオにご機嫌取ればいいわけですから、前兆占いという必要はないんですね。占星術という占うという必要がないんです。神がファラオが絶対でしたから。だから古代エジプトには占星術はなかったと考えられるわけです。あくまでもその人間の上に、まあ、神のような存在が地上に影響を与えるという発想がないと占星術は生まれてこないということです。でその紀元前5世紀に占星術が誕生したと言いました。で同時に数理天文学というものも誕生しました。それまでの天文学は数理、つまり数字を使わないんです。数学を使わない、算術を使わない、そういう天文学、つまり東の地平線の近くに月があったとか太陽が南中したとかって、そういう大体の場所を示すだけで、どこどこ、例えば何度にどういう惑星があったとかっていう、そういう数値で天文学を処理しなかったんです。それを処理するようになったのが紀元前5世紀です。そのきっかけは何かというと、黄道というものです。黄道帯、黄道十二宮と言ってもいいんです。日本語では別に渋滞とも言います。ゾディアカル、ゾディアックですね。黄道というのは太陽の通り道であって、中から見て太陽の通り道 で惑星もその付近を通過する道ですが、そこにそれを12、それは一周、地球の周り一周360度あるんですけども、それを12等分して30度ずつにし、それをさらに30等分すれば1度になる。その1度を60等分すると1分になると。この60進法は古代メソポタミアから来たものですけども、そういうふうに天に巻き尺、巻き尺というか物差しを作ったわけです。それによって天体の位置をデジ数字で表すことができた。その発明は画期的なもので、その黄道帯という黄道上の帯を発明されたのが紀元前5世紀だと言われている。なぜかというと、その初めて出てくる記録がその頃だからです。だからそれ以前に占星術があったということが考えられる。よく占星術の巷の本で占星術の歴史が1万年前からとかいろいろ書いてありますけども、それは何の証明もされていません。少なくとも行動体という行動
12球というものが考え出されない限りは先生術は生まれない、あるいはスリ天文学も生まれなかった、生まれなかったと言います。あの先生術というのは具体的に言うとホロスコープというのを書いて、ある瞬間 の, 天, の, 配あの天体の配置図を書きますから、天体がどこの行動上のどこの位置にあるかということが分からないといけないんですね。ですから行動12球が、設定されない限り先生術は生まれたとは考えられないということなんです。でここで、現代先生術と、まあ、私が研究している古代中世先生術との違いをちょっと、誤解がないようにちょっと説明しておかなければいけないんですけど、まず2点あります。1つは現代の先生術というのはですね、なんとか座生まれってやってますね。お羊座生まれとか蟹座生まれとか、なんとか座というのはもともと星座なんですね。先ほど言いましたように行動12球で、行動の球っていうのは宮と書くやつですが、本当は行動12星座じゃなくて行動12球を基準にしていますから、お羊座じゃなくてお羊球でなければいけないです。座といったらそれは星座を表すんであって、星座と球とは違うものです。なぜかというと星座というのは形がバラバラで30度ごとに区切ったものではないんですね。ただたまたま名前をつけるときにお羊球の近くにお羊座があったからお羊という同じ名前を使っただけの話で、星座ではないということです。球なんです。ですから何々座っていうのは間違いなんですけど、ただこれは昭和30年代じゃなくて40年代にカッパブックスである先生術師が西洋先生術っていう本を書いて、それが大ベストセラーになったんですね。何百万本も出たらしい、200万本かな。それ古本屋で買っていきましたけど、確かに200何冊とか版重ねてましたけど、すごい本ですね。それで一気にこれが定着した、何々座という。それ一般の人たちがそれで、定着するのもいいんだけど、専門家までそれで影響を受けてるから問題なんです。研究者まで何々座と星座、行動12球と行動12星座の区別がついてないんです。よく論文抜きずりなんかいただくんですけども、大体間違ってます。星座と球は違う。星座は球というのはあくまでも物差しですからね。30度ごとの物差しですから、何々球と言わなきゃいけない。それからもう一つ大きな違いはですね、何々座生まれ、何々旧生まれとしても、この生まれというのはどういう意味かというと、今だと生まれた日に太陽が高度上のどこにあるかで決まりますね。生まれた時に例えば今頃11月18日だったら太陽はさそり座にあるからさそり座生まれと言われてるんですけど、それはいつ、そういう先生術いつから始まったかというと20世紀からです。1920年代にイギリスのある先生術師がどうも新聞に載せるらしくて、もう簡単に分かるようにしたっていうのがどうも発端らしいです。少なくとも17世紀、私が専門でやってる17世紀までそんなものは一切ないです。もともとじゃあ何々に生まれってのはどういうことかというと、ある人が生まれた時の東の地平線に高度上が上ってきますけど、上ってきたらその、アセンダントといいますか、上昇級といいますか、それなんです。それが何級であるかによってその人が何級生まれってことに決まるんです。しかしそれを決めるには毎日の惑星の運行表といいますかね、行動の、要するに星を見てそれが何々級かってことを判断されますから、天文計算が必要なんですね。それは素人にはできない、まさに天文学的な仕事が必要になってくるんですけども。